はい、皆さんはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ、マリサだぜ。はい、今回はエクストラコースからね。序盤の方で見たトゲトゲ号がたくさん出てくるみたいだぜ。ワドルディちゃん本当にお疲れ様です。働き者だぜ。っていきなりかよ。カービィちゃんを妨害するためにせっせとニオコにして働いてるぜ。そこまで恨み持ってるんだよース。そ、防衛機を取られてた。そしてサーカスゲット。どうせこの後もトゲトゲ号出てくるだろ。動きが不安定なサーカスで事故りそうだぜ。うん、私のサーカスの経験値わかってないでしょ。サーカスは私の得意なコピー上位にランクインしてるわ。知らんがな。ちょ、危ない。いやーす、あ、セーフ。早速ボロが出始めたぜ。一番人が成長するのは追い詰められた時なのよ。お前ほどそのセリフが似合う奴はいないぜ。回避のはくぐーり。あっぶねー。早くも2回目のボロ。くくく、そうでももっとアクロバットな動きしてくわよー。乗ってきたわ。危険な流れだぜ。ここは上に。危な。ふぅー。このスリルがたまらない。日野はくぐったり玉乗りしてれば棒が来ようが打たれようが関係ないもんな。そのスリルを味わってこそのサーカス。でお、ハンマーがあるぜ。これはハンマーに乗り換えないと。ハンマーゲーっと。サーカスのスリルは？サーカスじゃ杭は打てないから却下。キャッポーン。今度は水たまりだぜ。あー、あったわねー。このトゲがついたタイヤみたいなやつ、後ろにもめちゃくちゃあるのが見えるな。これってさ、絶対奥に行ってまた戻ってくるやつだよね。多分な。てか絶対そうだな。まあ覚えなくて。ひ、出た。うわ、また出てきたな。奥から出てくるのかよ。なんでこいつは優遇されてるのか。みんなの印象に残ってるからだぜ。良くも悪くも。な、こんなやつよく思ってるやついるのかよ。いるかもしれねえだろ。あー、やだわやだわ。もうこの会話は終わり。それよりこのタイヤの数よ。うおおよし、オッケー。ナイス泳ぎっぷりだぜ。はい、タイヤ機体はこれでクリア。あー、館コースもあったな。もう鏡ステージ何回もやったしねー。エクストラコースだからかなりエグい仕掛けもある気がするぜ。早速騙されたわ。おい、ハイ玉を一発装填したから、これを大事に使っていくことにしましょう。え？こんなややこしい地形で、頬張りながら進むのは危ないだろ。確かに、玉を取っておくのもほどほどにしないといけないわね。はい、ここはすり抜ける。けど確かに、手前と鏡両方見てると、何が何だかわからなくなってきたぜ。あ、オッケー大丈夫。でこれがすり抜けるんだな。これは下に降りれるわね。うん、これも偽物？いや本物だぜ。あー、ただ手前側にいるだけなのね。はい、元気ドリンクとキーホルダーゲット。地味にその床は抜けるんだな。ほんと油断ならないわね。待って、うん、この下は？死ぬやつか。そらそうだろ。純粋なトラップだぜあれ。はい、元の道に復帰。あれ？鏡機体終わりかな？じゃないわね。あ、そこも下に降りれるぜ。ほんと鏡の方集中しとかないといけないわこれ。鏡ゴルドは華麗に避けて。あ、終わった。じゃ上のルートは何なんだ？途中で合流するかもしれないわ。あれ？しないな。この壁も偽物というオチはなかった。ああ、鍵とのタイムアタックだぜ。奥でデュエルスタンバイしてるクラッシュ。どうしようかな？クラッシュにしようかな？ぶっちゃけハンマーの使い勝手は使い気だし、そのままでいいんじゃねえの？それじゃあハンマー振り回して突き進むことにするわ。さあ、ガイチャリンでなぎ倒していくんだぜ。ポン。はい、このレバーも引いていって。いいわね、かなりのハイスピード。クラッシュなんかいなかったぜ。もうこの大車輪で全て解決するわ。にしてもさ、それにしても異常なクラッシュの数、どんどん増えるぜ。よっ、ここまで追うと、だんだん手が回らなくなるんですけどー。大絶妙な配置だぜ。ダブリ中。あー、大切なハンマーが。やばい、ハンマーは捨てれない。けど奥の鍵もあるぜ。あー、さっきの二の前にならないようにー。と思ったけど案外余裕だったわ。道中すんなり通っていったしな。はい、到着。さて最後の鍵も到着。中身はレアキーホルダーだぜ。前回はレアキーホルダーが結構難しい仕様だったけど、今回は余裕があるわね。うん、踊るコブラだぜ。キャーアース、何やってんだよ。あのフラフープ思ったより羽が広い。消えろ。そこには何があるかな。赤い星だけでした。正解は右の方のようだぜ。はい、どんどん突き進むわよー。相変わらずコブラはちらほらいるか。危な、結構跳ねるわね。ジャイアントツインズ後ろ手ごう。コブラの火炎攻撃に、砂ブロック。下手に立ち止まるとますます苦しくなるやつだわ。はい、流れるように登場。じゃん。ちょ、危ない。唐突なフレーマーだぜ。あっぶねえ。や、落下死するとこだったわ。そのジャイアントスイングのバウンドには少し気をつけないといけないな。はい、そして隠し扉見つけました。今回は導火線がかなり複雑だぜ。あ、あら、今イメージ中。はい、わかったわ。わかって、そのあたりで見つけただけだけどな。ここまでたどり着くのに2分ぐらいかかったわ。おお、まずそこに点火して。まさかの右側に灯すのよこれ。なんとびっくり。そしてあとは導火線に習って火を灯せばいいわ。はい、これでオッケーだぜ。オッケーって忘れてた。またかよ。オッケーオッケー、ギリギリセーフ。そしてサンストを発見。
ファンストゲート。あの導火線にはかなり苦労したぜ。まったくまったく。まだまだ遺跡地帯は続くんだな。これは右進行だったわね。何を今さら。奥にやたらチップがいるけど。危な。さっきの導火線に火をつけるためのフレーマーが何匹かいるな。ニードルってぶっちゃけ犬の時から微妙だったからね。まあハンマー捨ててニードルコピーはないわな。ほん。ハートの万能台車輪を切って進んでいきます。今度は手前側だな。右に扉あるけど。左側にキーホルダーかなんかありそう。地味に打ち通し道にチップが居座ってるけど。まあ大丈夫だろ。はい、キーホルダーゲット。さあチップ先代に何だぜ。倒してもすぐ復活。キャプテン、ああハンマーが、どけお前。お前ごときにハンマーを失うわけにはいけないのよ。おお、遺跡を出て、いきなり水の中だぜ。オーイング、サーカス、いいコピーが揃ってるじゃない。だけど結局、ハンマーでゴリ押します。やっぱな、正直ウィングとサーカス、両方十分やった気がする。ウィングはかなりやってるな。サーカスもロボボでやってたし。デイモン、水の中へソフトクリーム。よくそんなところに投げようと思うわね。頑張ってね。さあ次からボス戦だぜ。今回はドイツと戦うのかな。まあこのハンマーで、ボッコボコに叩くけどね。さあ決戦の舞台だぜ。さあ誰だ、出てきなさい。オーベンカースだぜ。ハンマー同士の戦いね。さあ一気に決着をつけるんだぜ。鬼殺しハンマー、あらら。ここまではいつもと一緒だぜ。もうそろそろハンマー攻撃だ。ほらね。これ地味に攻撃力結構高いから気をつけないとな。ロボボで一回痛い目を見ているからね。さあこれで終わりだぜ。鬼殺しハンマー、あら。お見事。さあいただきまーす。あ、おい。ハンマー取るためにハンマー消費してハンマー倒してんじゃねえよ。後ろのインズとかサーカスは取れないの？済みました。仕方ないから次に進むわ。エクストラ最後のサンストだぜ。サンストゲート。まあ次はボスだから、そこにあるコピー使うだろ。そうね、まあ向こうに何があるのかは知らないけど、はいゴール。さて前回から、引き続き1を狙っていくぜ。1はもうずっと飛んでるからね。それ、運2じゃねえの？ギリギリセーフ。さあキーホルダーの中身は？今回キーホルダー取ったっけ？ヨーヨーゲート。ロボボではなかったよなそれ。ぶっちゃぶ。いい決め顔してます旦那。おお、総集結だぜ。アドが可愛い。メタルいたわね。ボス相手には全く歯が立たなかったけどな。さて地味にキーホルダー結構取ってました。さあそのままボスに突入するんだぜ。確かヘビだったわよね。てかロボボのホログラムで戦ったやつだぜ多分。あれね、もう行っちゃうけどホロ、ガラーだね。けど油断はできないぜ。あ、向こうにいた。デイモン。あんたはいつも元気ね。もうそれお役目なのよ。さあ奥に旦那いるから。登場。こら逃げるな。まあ、今回のコピーたちはベル、スナイパー、スピアだぜ。ベルは2ボスでやったへな。今回はスナイパーでやろうかしら。何気にスナイパーでボス戦やったことないもんな。おい、そう見せかけてのやっぱスピア。それ、それ、それそれ、なんかさすって感じしない？わかったわかった、好きにしろよ。よーし、覚悟しろガララーギャラ。ちげえよ。マムシドリンクにしてやるわ。さあこいつはどんな余計なことをしてくるのでしょうか。あ、いたぜ。もともと石像だったの？あ、魔法かけた。そしてこの石像が襲ってくると、あ、ぶっ壊していったぜ。なんと罰当たりなやつか。さあタランタの魔法のせいなのかただの八つ当たりなのか、それはわからないがとりあえずあれだ、鎮圧しろよ。言われなくてもやるわよ。こんな色合いだったんだな。さあ食らえ。おら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 。あれ？微妙。体の攻撃は明らか弾いているな。念を入れて防御に徹したけど思った以上に弾が遅かったわ。いやしかし、攻撃の効率が悪いぜ。ちょっと待ってね。スピアの攻撃ちょっともたついてる。太古の昔より崇められていた蛇の巨像、全身守られているが頭だけはノーガードという噂だ。正直スピアパッとした攻撃ないけどな。スナイパーにすればよかったとちょっと後悔してる私。変にな、全然削れてないぜ。あ、これは。くくく、お前の攻撃はホログラムで学習済みよ。しかしクラスコに光り、まだ見せてない攻撃もいっぱいあると思うぜ。まあ通常形態は問題ないわね。ならさっさとそこまで追い込むんだぜ。ちょっと待ちなさいよ。確かスピアにも効率のいい攻撃があったわず。ちょっと危ない。オッケー。無敵攻撃のないコピーは辛いぜ。ちょっと効くんな。痛い。普通に突っ込まれると辛いよなスピア。中距離を船に移設しないといけないからね。てかこれか。は？このジャンピングスローよ。あ、それな。いいでも主力技だったぜそれ。主力といってもそこまでの強さ。まあそういうなよ。圧倒的な弾幕を張れるから敵の弾は操作できるぜ。いや安定しないわよこれ。それ。あ、見た目以上に長いリーチ。ところでさ、これカービィさんどんな状態なんだろ。ありえない重力だ
ぜ。けどこの攻撃は確かに有効ね。けどガラーガもここから本番だな。ホログラムにないどんな攻撃があるのかな。でもこの連続空中スロー攻撃が決まれば私の勝ちよ。で、あれ体が分裂してきたな。ああ、確かこんな攻撃もあったような。さあ軽く避けていきましょう。硬そうな体だぜ。あ、頭発見。くらえ。微妙だぜ。やかまし、微妙でもこれで戦い抜しかないのよ。まあ頑張れよ。次の攻撃もきっちり避けてな。スーパーヒノはくずり。サーカスやれよサーカス。黙れ。はい、タイミングオッケー。さあ来なさい。ピアノ雨が待ってるわよ。上からこんにちは。微妙に届く。こうかな。この攻撃で。明らか危ないだろ。ちょっこれ長いんだけど。痛い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 。おかえり。ダブラス。ちょ。ダメージでかい？大体に8分ぐらいのダメージだぜ。おっ、これホログラムで見たことあるやつだ。くらえ。頭からぶっ刺したぜ。この攻撃続けてくれるのはありがたい。さあ交代しながら槍の雨を減らしていくわよー。この攻撃が一番安定するぜ。下がれ。はい、オッケー。ガララーギャラ撃破。もうそこは突っ込まないぜ。さあ石化するヘビをバックに空中交代するカービィちゃんをご覧ください。さあジャイアントサンチトをゲットするんだぜ。オッケー。さあ第4ステージクリアだぜ。もう終盤かな。さあ遺跡ステージもクリアして、次のステージはどんな雰囲気かしら。あれ？また火山か？前にもちょっとあったわよね。まあともかく次回からレベル5を攻略していくぜ。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。確か前に火山ステージやったよな。やったけど、まあまさかそのままそっくりそのまま火山ステージが出てくるわけじゃないでしょう。そうだよな。そう信じるぜ。